最後もございます。マドコマギカのメニューを携帯に提示して俳句カウンターの方までお越しください。本日と明日期間限定でここでしかもらえない新書バイブル本になっております。マドマギの画面をぜひ提示してこちらの俳句カウンターまでお越しください。さらにですね、この東京ゲームショーの直前にスタートしましたフジ&グミゲームズのファンクラブ、こちらの登録も現在行っております。簡単に登録ができますのでぜひご登録をお願いいたします。すでにファンクラブに登録されているという方は登録の画面を提示していただきますとこちらもファンキルスペシャルバッグをプレゼントいたします。バッグをもらうには Twitter のアカウントどちらか一つをフォローする、もしくはオフィシャルのファンクラブをフォローする、どっちかということになりますので、ぜひぜひこの機会に登録の方もよろしくお願いいたします。また明日20日15時よりホール1のイベントステージにおきましてフジ&グミゲームズの新作発表会2015と題しまして、フジ&グミゲームズの今泉プロデューサー、そしてタレントの大久保佳代子さん、そして新作忍びナイトメアに声で出演し主題歌を担当してくださっております声優の内田真彩さん、高橋みなみさん、結城花さん、小松美香子さんが登場してくれます。もしお時間のある方、明日のイベントステージにもぜひお越しくださいませ。なお、こちらのステージの観覧には整理券が必要となっております。ご希望の方は明日20日の会場オープンからホール1の整理券配布所にて整理券を配布いたしますので、こちらの整理券をお持ちの上イベントステージまでお越しください。明日しか行われないイベントステージ、ぜひこの機会にご参加いただければなと思います。それでは皆様、大変長らくお待たせいたしました。こちらのイベント中央にございますスクリーンにご注目ください。
を使っているんですけど